双葉町の JR 双葉駅東口広場に来ています。こちらではですね、見てください、今日から双葉町の復興を願って震災前毎年点灯されていたイルミネーションが復活しました。オレンジですとか青や白の色とりどりの光が夜の双葉駅前を照らし出していて、暖かい光に包まれています。この双葉町は現在も全町避難が続いていますが、先日のニュースでもお伝えしましたように、来月から準備宿泊が始まります。そして今日の午後5時前にはこの点灯式が行われました。点灯式には双葉町の徳永副町長や多くの双葉町民が訪れ、このイルミネーションの復活を祝いました。今回こちらにはこのイルミネーションを主催した双葉プロジェクトの宇那根良平事務局長に来てもらいました。宇那根さん、このイルミネーションにはどういった思いが込められているんでしょうか。はい、双葉町は震災から10年以上が経過する中、唯一全町避難が続いている町となっています。今回我々町づくり会社がですね、このイルミネーションを復活させることによって、町のにぎわいづくりだけでなく、帰還を目指す方々、移住を考えていただく方々の気持ちを高めるきっかけづくりになればと思って、この企画を考えました。ありがとうございます。あと今回特別な思いも込められているイルミネーションがあると伺いましたけれども。はい、ちょうど今後ろにご覧いただいているペーパーランタンになります。このペーパーランタンはふるさとへの思いをつなぐため、仙台市、つくば市、加須市の避難先自治体の皆さん、合わせていわき市で再開している町立学校を訪問しまして、皆さんの思いをつなぐメッセージとして作っていただきました。ありがとうございます。このペーパーランタンについてはですね、この後番組の後半で再びお伝えしたいと思います。